です。うわーい。出来上がりです。すごーい。なんということでしょう。車中泊の新アイテム。やばい、かわいい。ついた、はい、ちゃんとついた。そりゃつく。ドリンクホース。うん。ホイディ、うん、スタート。来た来た来た。動いた。おはようございます。おはようございます。昼です。お昼食べ行くよ。そう。お気に入りのね、相模湖にある台湾ラーメンを食べに行きます。はい。幸楽園っていう、あのチェーン店の幸楽園じゃないんだけど。美味しいんだよね。チンジャオロースと台湾ラーメンのセットで、780円とか、いや、もっと安い。720円。720円。定食で770円か。定食で750円。750円。こんだけ食べに行って覚えてない。で、今回の動画はですね。はい。まぁ、ちょっと春に向けて、またあの、車中泊、やっていきたいなと思っていて、あの、シェビー君の、車内を、グレードアップしようという、企画でございます。おー。はい。キャンピングカーのように。そう。するってことですね。できるだけ、キャンピングカーに近づけたいと。ポンポーン、ポンポン、ポンポーン。で、こう夏になったら、はい、あのエアコン、もう要はエンジン切ってても、クーラーがね、使えるようにしたいなとか、やっぱ2個メリが新しく来たんで、こう車内でもういられる空間を作らないと、ちょっと車中泊旅とか行けないから、はい、あとは自分たちも、旅するにあたって、もう少し、今ただの車中泊版なんで、何にもないんですよ。寝れるっていうだけですね。そう。でね、いくつか新アイテムを、買ったり、ご提供があったり、あるので、その辺をね、こう設置したいと。DIY。すごい、DIY ですね。DIY で、久しぶりの DIY で。やりたいので、よし、今日はそれをやるための、はい、木材を買いに行きたいと思います。イエーイ。いつも腹ごしらえが肝心の斉藤夫婦でございます。そうなんですよ、はい、見てお分かりの通り。そうなんす、見てお分かりの通り。腹ごしらえをしてから、はい、今日はカインズホーム行ってきます。ポンポン。台湾料理幸楽園、本当に安くておすすめ。ランチ。俺はいつもこのラーメンセット720円ってやつの台湾ラーメンと、いつもはチンジャオロースなんですけど、今日はあえての餃子とライスにしようかな。あ、そうだ、言ってたよね。これがめちゃくちゃ安い、750円で、このいろんなのが入ってるセット、ラーメン、ご飯、サラダ、割と唐揚げとか揚げ物、ザーサイ、メインの野菜炒めとか、ランチ時間があるんで、めちゃくちゃ安いです。そしてうまい、うまい。来ました。これで750円、すごいよね。すごくない？ご飯もあるし、この台湾ラーメンがめっちゃ美味しい。どうぞ。僕の餃子まだ来ない。あ、うまかった。ごち。あ、おいしい。コーヒー。これ？あったかい、あったかいと。え？あ。だいたい70リットル。お、1
ター6.79か。このツヤツヤパターンいいよね、うん、でもでっかいのはないんだよね。軽くていいな、めっちゃ軽く、こんな軽い、なんか重そうに見えたの。45ポルカ、あった。このサイズで食とかね、うん、まあそれでも全然いけるんだけどね。これを足にしようと思うんだよね。はい。でこういっぱいこういうパーツがあるからさ、組み合わせでなんかいろいろこう作れたりするから。これすごいよ。おお、すごいね。なんか細いねこれ。でももう切れちゃう。切れちゃう。まあまあいいじゃん。眩しいですか、いつも通り。日をまたぎましたけど、板を買ってきました。こちら、かわいい、ね、この板が棚の板になる予定です、はい、なのでまず袋を破ります。で、まあ、落下防止みたいな感じで、うん、これ、うん、これをこういう風にくっつけようかなと思う。なるほど、はい、思ってます。はい、この席には座れないってこと？そう、ここはちょっと潰れちゃいますけど。じゃあご飯食べるときはチンしたら、うん、こことこっちに移って食べると、うん、そう。めっちゃ辛い。うん、こっち側で止めときゃいいよね。確かに。この辺にね。あ、それいいね。うん、これで。うん、おお。こうです。わーい、出来上がりです。すごーい、なんということでしょう。チビーに棚がつきました。はい。テーブルか、次。テーブル。そう、これは棚なんですけど、ああ、もう一個テーブルを設置します。はい。足は、うん、昨日切った、うん、こちらシールそのままでいいか、とりあえずリクターパイプ、うん、はい、はい、テーブル、ミニテーブルということで、よいしょ、あー、いいですね、はい、ちょっと頼りないちょっと食べ飲みするにはいいですね、うん、おはようございます。おはようございます。はい、何日か経ちました。はい。おはよう。まあ、おはようって時間でもないんですけど、うん、はい、ですね、先日作ってた棚がこんな感じで完成しております。ほほい。はい。今日はちょっとセッティングを
して実際に使ってみようかなと思います。はい、いいね。はい、ちょっとじゃあいいですか。よいしょ、来た、来た、はい、来ました。ちょっとこれ剥がしましょうか。リリン、パーン来ました。ゼンデュアの、スーパーベースプロ、はい、ポータブル電源、こんな感じで、これ2000ワットの電源なんですけど、うん、ご提供いただいております。すごいね。はい、でね、今回これちょっとマジででかくて、うん、まあ、本当に車中泊用に、がっつり車中泊するとき用にちょっと使わせてもらおうかなということで、はい、このめっちゃ重いんだけど、もうこうやって旅行カバーみたいな、トランクみたいに動かせるから、すごい。なんかカリフォルニアにこういう方いませんでしたっけなんか音楽のスピーカーを、でね、まあ、これを今回は使っていきます。はい、はい、で、配線とかはここにあるんだけど、まあ充電のコードと、うん、これはあのソーラーチャージする時の、うん、ケーブルとかね、はい、あります。シガーソケットのコードはついてないんですよ。あ、そうなんだ、うん、だけど一応まあメーカーさんに聞いたら、うん、まあ、めちゃくちゃ容量でかいから、うん、シガーソケットで充電してもほぼたまらないですよみたいな。あ、なるほどね。だからもう基本的にはこれってソーラーでチャージするとか、はい、200ワットのソーラーパネルもご提供いただいてるんで、うん、ちょっと後でね持ってこようと思うんですけど、今日ちょっと天気が良くないんで、はい、曇り、チャージできないと思うんだけど、うん、ちょっとね一回広げてみようと思います。はい、はい、なのでまあ基本的には例えば RV パークで充電するとか、うん、道の駅とかではこれを使って RV パークでチャージして、うん、まあ、電源サイトでチャージしてみたいな感じがいいのかなと思っております。はい、クラファンで今出てるんで、はい、うん、概要欄載せておきます。クラウドファンディング、クラウドファンディング、はい、めちゃくちゃ集まってたから3000何百万とかいってるから、おー、すごい、すごい人気の大容量で、まあ高級品ですけどすごく今人気のある、うん、どうせ買うなら2000ワットみたいな、はいはいはい、まあ災害時のことも考えて、そうそう、あと旅ね、はい、旅でしたいなとか、うん、っていう時にはまあテント買うのと同じぐらいしますけど、うん、でも重宝するんじゃないかなと。はい、保証もちゃんとしてるし、説明書とかもすごい分かりやすかったから、うん、はい、はい、いいんじゃないかなと思ってます。はい、でこれ2000ワットなんだけど急速チャージが可能なんで、うん、はい、電源取れるとこ行けばあの2時間ぐらいでたまる。すごいね。そう、フルチャージできちゃうから、はい、それがめちゃくちゃ重要ですよね。まあ、確かに、うん、でかいと遅いと大変だなとか思っちゃうもんね。そうずっとね充電してるのも大変だから、うんうん、すごく、ね、いいと思います。はい、まあ、ここ液晶がもうなんかナビぐらいでかいから、めっちゃでかい、ね、うん、見やすいです。見やすいよね。はい、でここ、まあ、USB-C しかないんですけど、うん、あとこう DC ね、うんうん、で USB 使いたかったら、はい、まあ、ちょっとこれ面倒にはなっちゃうんですけど、一応ねこれもね大容量だからっていうことで、うん、あんまり USB を直接使うような機械じゃなくて、うん、基本的にはこっちのコンセント6個あるんで、はいはいはい、もう家庭用電源を使うような機械だから、うん、はい、よいしょ、 USB はついてなくて、うん、どうしても使いたい時はこういう変換器を挿して、うんうん、ここに USB させるから、はい、ね、で今 iPhone とかあの携帯とかもこういう USB-C のやつ多いからね。そうだね、コンセントのやつそのまま持ってくるっていうこともあんまないもんね。まあまあ変換器使えば、はい、USB ももちろん使えます、はいはい、もちろんここに何ワット使ってるよってアウト出ますし、うん、インプットも何ワットでチャージしてるよっていうのが出ます、はい、すごい分かりやすいですね、うん、で電力に応じてあと何時間使えるよっていう、今使ってないから999になっちゃってるけど、うんうんうん、っていうのも出ます、はい、あとアプリがあるんで、うん、ここ今ちょっと分かりづらいんですけど、ちょっと光ってるのがある。ピンクになってる。そう、こういうのを色変えたりとか、アプリでできるんで、これ今ピンクに変えてます。いいね、おしゃれだね。そう。ということで、今回はこれを使っていきます。はい、で、ちょっとじゃあソーラー持ってきてみようか。おーい。おー。一応これ200ワットソーラーらしいんで、はい、マックスで200ワット
1時間に200ワットの充電ができると。大きいね。でかい。こんな感じ。天井に置くとか、こういう荷台に置くとか。天井とか、うん、いろいろね、こういうところにこうやって当てて、ちょうどいいな、これ。あ、よいしょ。よっ、 おインプット来てます。来てます、来てます。100ワットぐらい来てるね。来てる来てる。こうやってね、ここが、うん、充電中充電中ってなってますね、はい。まあまあキャンプ中とか、うん、晴れてれば、はい、これを出しとくと、まあ多少ね、うん、充電可能だし、電源サイトなら2時間ぐらいで、はい、フル満タンできちゃうので、いいんじゃないかなと思います。いいですね、はい。200ワット出すには結構直射日光が、そうだね、必要なんで、ちょっとでも陰ったりすると、自家発電、うん、でも100出てればね、俺個人的にはいい方だと思うよ。そうなんだ、うん。ということで、まあ、これ充電ね、はい、でした。充電コーナーに行かなきゃ、充電できないんじゃなくて、こう自然の力を使って、ね、オフグリッドでね、そう、ずっとこう溜め込んで繰り返し使っていけるっていうね。お、あそこに行くとね、暗くなったから、ちょっとあのピンクの光がめっちゃ分かりやすい。あ、ほんと、うん、かわいい。こんな感じで設置しとこうかなと思います。はい、はい。で、ちょっと今回は実際に車中泊モードにしたいんで、うん、はい。これね、ニコメリさんの椅子なんだけど、お、ゴミ箱が。いつも車中泊で旅するときは、目的地に着いたら椅子を回転させます、うん、はい。向かい合わせにね、できるんですよね、こんな感じで。2人の場合はさ、まあ運転席やんないんだけど、うん、まあでも中やっとくか、今日は。ああ、いいね、いいねいいね。ハルピンが食べたアイスの残骸が落ちてます。やべえ、すいませんでした。実はこの中に100均で買ったゴミ箱が、ちょっとビニールしてなきゃ。結構ね、こうやっておくと、うん、テントで泊まろうと思ってたけど、暴風とか雨だってなった時に避難所です。ここに避難できます。ニコメリさんの席。はいはいはい、こんな感じで。テーブルと、はい、棚、この間ね作ったやつ、はい。じゃあ、あいつを持ってくるか。あいつが登場します。よっと、座ろっと。あ、いいね、やっぱり広い、広いです。うん。お、車中泊の新アイテム。やばい、かわいい。電子レンジです。かわいい、トフィー、うん、これかわいいね。そうなんです、やっぱり色とか、はい、レトロなんだけど、うん、ぐるぐるがないタイプ。あ、いいですね、お掃除しやすい、お皿がないやつね、はい、買ったんで。これなんだかんだ、うん、車中泊の時、はい、まあ、特にうちは、うん、あの料理あんましたくないじゃないですか。そうだね、やっぱり仕事しながらとかもあるし、写真も撮りたいし、コンビニとかスーパーのお惣菜を買って、うん、終わりっていうことが多かったんで、うん、そうですね、邪道なんですけど、でもキャンピングカーってついてるじゃん、これ、うんうんうん、キャンピングカーに近づくためには、うん、これを買いまして、まあ、なんだかんだやっぱりあったら便利だもん、うん、ここにこうやってつけるができるようにすごいなりましたと。おお、かわいいです。ついた、ついた、ついた、はい、ちゃんとついたそりゃつく。おお、いいね。で、ここに風段あって、はい、いやー、めっちゃいい。めちゃくちゃ重宝してます。はい、やっぱね、ここでさ、火使って作るのね、うん、あれだから、やっぱり天井もね気になるし、うん、電子レンジあるのすごい便利、うん、これでね、少し
キャンピングカーに近づいたんじゃないかなと。近づきました。思いました。はい、いいね、うん、簡単に食べれちゃうね。なんかさ、キャンプ場だったらさ、パッとこれでさ、外でさ、コンロとか火使ったりしてできるんだけどね、うん、車中ってなると、うん、RV パークもさ、外で広げてとかできない場合はさ、うん、結局車の中で食べたりね、飲んだりするとなると、こういうバッテリーがあって、レンジあって、あとケトルとかあったらもう完璧すぎます ね、 すね、まあ、ケトルとか、うん、そういうのまたここに置けるように。確かにまだ幅があるし、うん、そうで、これちょっとね、高さこの辺だったんだよな。お、板が来た。おー、ちょうどいい板があるもんですね、うん、おー、いいね。ね、ちょっと後ろ下がりの方が落ちてきづらい、ね、そうそう。でここはまた後で滑り止めして固定しようと思うんで、はい、はい、え、実際なんかチンしよう。やってみますか。うん、はい、ただいま。おかえり。これ、はい、飲みかけのコーヒーを。あ、コーヒーね。温めたいと思います。はい、これレンジいいんでしたっけ、チャムス。あ、これ大丈夫です。うん、行きます。ドリンクボタンついてるんで。え、すごい。ドリンクを押してスタート押すだけですよね。じゃあちょうどよくやってくれるんだ、うん、あ、それはすごい。で、ドリンクを押す。うん、これでいい、うん、スタート。来た来た来た、動いた。そしてこっち、おお、線、うん、一瞬1300ワットぐらいやっぱ使うから、やっぱすごいんだね、レンジが、うん、電子レンジってやっぱそんぐらい使うじゃん、ね、だからそれが使えるっていうのはすごいでかいよね。でかい。お、最終的にやっぱり、うん、居住空間に入れ込むバッテリー、バッテリーってなると、うん、結局こうワット数すごい使うものが、家電が多くなっちゃうから、うん、ドライヤーとかもそうだね、うん、結局ね、大きいのってありがたい、ね、なんかさ、1泊2日のキャンプだったらいいかっていうのはあるけどさ、うん、生活の一部で使用していきたいってなるとね、うん、安心して使える気がする。そうね、うん。できました。はい。どうでしょう。あ、ちょうど良くなってる。お、ちゃんと効いてますか。あ、効いてると思います。おお。俺どっちだっけ、こっちか。うん。いただきます。いただきます。うん、熱っ。最高じゃないですか。最高。はい、ということで、まあ、このテーブルと今回は DIY、うん、この棚の DIY、はい、ね、このエレクターパイプ使って電子レンジ置き、まあ、ここはそうだな、やっぱケトルとかなんかドライヤーとか置いとくとか、うん、そういう感じになるのかな。そうだね。それかなんか、うん、ボックス置いてそこにいろいろすぐ使うものとかを入れちゃうっていうのもありだよね、うんうん、そうだね。で、後ろには車載冷蔵庫を置いたりとかしようと思っていて、はいはいはい、旅れるね。旅れるんですよ、もう本当に旅に出れる。あとは車がね、壊れなければそっちの方が壊れそうだよね、うん、はい、ということで、はい、はい、以上ね、あの今回はうちのね、シェビーバン、本当にただのバンなんですよ。本当にただのバンなんです。ただのバンなん、キャンピングカーなんですかって聞かれる時あるんですけど、はいはいはい、キャンピングカーじゃなくて、あのバンなので何にもついてないので、はい、ね、自分たちであの後ろにベッドキット作ったりとか、うん、あと、まあ、車載冷蔵庫つけたり、今日は電子レンジつけてみたり、だんだんね、ちょっとバンライフができるような感じに、はい、あのコテコテな家、コテコテな DIY じゃないんですけど、コテコテな家コテコテな、うん、あの改造はできないんですけど、はい、まあ、うちはやっぱこのセカンドシートも残しておきたいし、うん、っていうのもあったりするんで、なので、まあそんな感じでちょうどいい DIY をねやって、はい、あのもう少し暖かくなったら3月4月ぐらいにね、車中泊旅
行きたいなと思っております。しゃー、はい、楽しみにしておいていただけたら嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり、斉藤でした。イエーイ、はい、コーヒーうまっ。